あ、そうそう、それそれ。白じゃ見えちゃうじゃん。見えちゃうか。赤赤。赤に。輪ゴム、あのね、生ゴムがいいのよ。すぐ切れちゃうから。ゴムなくなった。あそこにある、テーブルに。お借りして。生ゴムがいいよね。そう、生ゴムがいいの。すぐ切れちゃうから。だからコールがいいかな。生ゴムね、あの百均のはダメよ。すぐ切れちゃう。どこに、あのちょっと高いけど、でもそんなに100円持ちではないから、普通の文房具屋さんで売ってる。あ、文房具屋さんで売ってる。100円のはダメ、すぐ切れてしまう。そうなんだ、そうなんだ、どっからすぐ切れちゃったから。大きさなのね、いろいろありますよね、輪っかのサイズが。あ、輪っかのサイズとか太さとかもいろいろサイズあるからね。サイズ6か8ぐらいでいいんじゃない？6ぐらいでいい。16ね。ホームセンターで売ってるのかな。あ、文房具ね、文房具屋さんの方がしっかりしたの売ってるよ。安いのはね、すぐ切れちゃう。そうなの、すぐ切れちゃって。そうなのよ、そうなの、安いのしか使わないから。すごい、すごいね、すごいですよ。あ、なんか帯のほら後ろのあれがそう、模様ができてね。